小林業佐官は、長野県出身の元プロ野球選手。1948年の登録名は、小林常夫。1949年から1954年は、小林常夫。通算100敗以上しながら、唯一通算50勝未満の投手であり、負け越し数、64のプロ野球ワースト記録を保持する。台中商業、社会人野球の台湾電力。 上田しおり製作所出身。1947年に国民野球連盟の大塚アスレチックスに入団。翌1948年に大塚の金星スターズ買収に伴い、金星スターズへ入団。石本周一監督の指導で頭角を表し、翌1949年は太陽ロビンスに移籍1951年に、 初の二桁勝利となる18勝を挙げ、1952年も12勝を挙げた。しかし、この年は負けが27敗で、敗戦当初のシーズン記録としては3位体の記録となっている。1953年は、小竹が太陽ホエールズに吸収されたため太陽でプレーした。1958年に近鉄パールスへ移籍し、同年に引退した。 ぎくしゃくしたフォームで、ドロップ、カーブ、シュートを武器とした。1951年8月1日の対、大阪タイガース戦に先発し、9イニング完投するも14、被安打後ヨシキューで12失点と打ち込まれたが、味方打線が、岩本義行のプロ野球記録の1試合4、本塁打など、チーム合わせてもプロ野球記録の1試合9本塁打で17得点を上げ勝利し、 小林が勝利投手となっているが、12失点で勝利投手となったのは2リーグ以降では最多失点記録。小林つねおに関するカテゴリー。小林つねおに関するカテゴリー。ありがとうございます。